マクロスシリーズは SF ロボットアニメ、超時空要塞、マクロス及びその続編、外伝からなるアニメを中心とした作品群である。川森正春1982年に連続テレビアニメ、超時空要塞マクロスがビッグウエスト制作、スタジオヌエ原作という体制で放送。1992年にはスタジオヌエが関与しない形で OVA、 超時空要塞はクロス2、ラバーアッツアゲインマイナスがリリースされる。1994年に、スタジオヌエが原作に戻り OVA、マクロスプラス、テレビアニメ、マクロス7が発表され、シリーズ化が確立。以降、テレビアニメ、OVA、アニメーション映画を中心に、シリーズ作品が展開、映像作品のみならず、出版、音楽、玩具、 ゲームなども多数発売されている。2017年に発表されたテレビアニメ最新作を2018年放送という予定は実施されていない。テレビシリーズの大半は毎日放送が制作として参加しており、TBS 系列での放送となっている。MBS はマクロスゼロを除く OVA 作品の制作にも参加しているが、2のテレビ初放送は テレビ瀬戸内が制作に参加し、テレビ東京系列で放送された。クリエイターの中心的存在はメカニックデザイナー兼演出家の河森正春。OVA ではプラスより総監督につき、テレビシリーズでもマクロスフロンティアより総監督になり、河森が在籍するサテライトが映像制作を担当。企画、メインメカデザイン、設定、脚本、絵コンテ、 商品監修など作品単体のみならず、マクロスシリーズ全体を統括している。このほか、コンセプトデザイナーの宮武和隆、キャラクターデザイナーのビキ本春彦、メカニック作画監督の伊野一郎らも、主要スタッフとして貢献していたが、ゼロ以降は、新しい世代のスタッフに刷新している。それぞれの作品に共通し、物語において、とても重要な部分を占めているのは、 バルキリーと呼ばれる、可変戦闘機の高速メカアクション、歌、三角関係の恋愛ドラマである。これら三つを織り混ぜる独創的な SF 感覚が特徴であり、映像と音楽の一体化を重視している。手書きや 3DCG 作画の限界に挑戦する姿勢や、歌謡曲、ロック、テクノ、オーケストラなど多彩な音楽の魅力が、ファンに支持されている。シリーズ第一作 1982年から1983年にかけて放映されたテレビアニメ、超時空要塞マクロスをはじめとする作品文。作品世界における西暦2009年から2012年にかけてを舞台とし、多数の民間人を乗せたまま宇宙を旅することになった宇宙戦艦マクロスと戦うことしか知らない巨人型異星人、ゼントラーディの戦いを描く。 1984年には、テレビ版の設定や物語を再構成した、完全新作の劇場版、超時空要塞、マクロス愛、覚えていますかが公開され、1987年には、その後の世界を描いた、ミュージックビデオ、超時空要塞、マクロスフラッシュバック2012が発売された。 超時空要塞マクロス10周年を記念して1992年に発売された OVA シリーズ。前作の約80年後となる西暦2090年代の地球圏を舞台とし、歌によってゼントラーディを操るマルドゥーク軍との戦いを描く。1994年から1995年にかけて発売された OVA シリーズ。超時空要塞マクロスより、 約30年後の西暦2040年、人類初の太陽系外植民惑星エーデンと、地球を舞台とし、次期主力可変戦闘機のコンペティション、スーパーノバ計画における、テストパイロット二人の争いと、人工知能によって動くバーチャルアイドル、シャロン・アップルの脅威を描く。1995年には同作を再編集し、新作カットを加えた、劇場版、 マクロスプラスムービーエディションが公開された。マクロスプラスと並行し、1994年から1995年にかけて放映されたテレビアニメ、マクロス7をはじめとする作品群。長時空要塞マクロスより、約35年後の西暦2045年から2046年にかけ、宇宙を旅する新マクロス級超長,長距離移民船団、マクロス7と、 生体エネルギー、スピリチュアを奪う、生命体プロトデビルンの戦いの中で、ロックシンガーの熱気バサラが戦場で、自分の歌を聴かせようとする姿を描く。1995年には、テレビ版の番外編として、劇場版、マクロス7銀河が俺を呼んでいる。が公開され、1997年には、シリーズ15周年企画として2047年の、 辺境惑星性空を舞台とする後日談 OVA シリーズマクロスダイナマイト7が発売された。シリーズ20周年を記念して2002年から2004年にかけて発売された OVA シリーズ。長時空要塞マクロスから遡ること1年前の西暦2008年南海に浮かぶマヤン島に眠る古代聖刊文明種族プロトカルチャーの遺産鳥の人をめぐる地球統合軍と 半島合同名の争いを描く。劇場版、マクロス・フロンティア国歌姫偽りの歌姫、公開時期に運行された山手線 E231 系のラッピング車両シリーズ25周年を記念し、2008年に放映されたテレビアニメ、マクロス・フロンティアをはじめとする作品群。長寿空要塞マクロスより、約50年後の西暦2059年。 超長距離移民戦団、マクロス・フロンティアと昆虫のような姿の地球外生命体バジュラの戦いを描く。2009年と2011年にはテレビ版を再構成して新たな物語として作り上げられた劇場版マクロス・フロンティア2部作が公開された。2021年には完全新作の劇場短編マクロス・フロンティア時の迷宮を公開予定。 2016年に放映されたテレビアニメマクロスデルタをはじめとする作品群。長寿空洋祭マクロスより約60年後の西暦2067年銀河系編教域に存在するブリージンガル球場星団の移民惑星群を舞台とし銀河に蔓延する奇病バールシンドロームに侵され暴徒と化した人々を癒す戦術音楽ユニットワルキューレの活躍と ガールは操つれ新統合政府からの独立を掲げるウィンダミア王国との戦いを描く。2018年にはテレビ版を再構成し、新作場面と新曲を加えた劇場版マクロスデルタ劇場のワルキューレが公開され、2021年には完全新作となる劇場版マクロスデルタ絶対ライブの公開が予定されている。上記分類に該当しない作品、及び シリーズ作品を総合的に含むもの。主な舞台となるのは21世紀の銀河系宇宙。地球に墜落した謎の宇宙船とそこから得た超科学により、地球人類は目覚めを流され、やがてゼントラーディと呼ばれる異星人勢力との間で史上初の星間戦争を経験することになる。墜落した宇宙船の後の姿こそ、作品のタイトルになっている。 巨大宇宙戦艦、マクロスであり、地球を含む宇宙の歴史を変える、運命の船となる。地球人類は、ゼントラーディとの争いの中で、種としての存亡に関わる困難を経ながら、文化と、その象徴である、愛や歌の力によって、共生の道を乱すことになる。そして人類は、地球固有種から銀河に、数多く存在する、知的生命体へと意識を変革し、 銀河計画方面へ生活圏を広げる宇宙時代の到来を迎える。その中で強大な異星人勢力や宇宙生物と衝突しながら単なる文化の象徴としてのみならず時空を超えて作用する大いなる力としての側面が描かれるようになった歌に寄っていく旅も奇跡を起こし困難を乗り越えていく。シリーズ化の中でキャラクターの世代交代も行われ、 地球人とゼントラーディ人の根血者も人種融合の証としてしばしば登場する。戦中、戦後世代の感覚さも描かれるが、アイドル化主林民名や史上初の生還結婚を果たしたマクシミリアン・ジーナス、ミリア・ファリーナ・ジーナス夫妻らは、そのような感情を超え融和を果たした象徴的なキャラクターとしてシリーズ各所に名を残す。さらにプロトカルチャーと呼ばれる、 太古の科学文明も種族の起源にまつわる重要な存在として以後大半のシリーズに関わりを示す。シリーズのテーマとしては戦争や軍隊を背景にしながら文化をキーワードに異星人に限らず現代社会と旧社会、軍人と民間人など環境や価値観の異なる異文化間のカルチャーギャップによる時代の変容が描かれる。川森は 戦争という異文化の交流によるカルチャーショックやそれにより変遷していく文化を扱うものとして武力で決着しない作品を作れないかと考えたのが最初のマクロスですと述べ宮武は意思の疎通の混乱から生まれるカタルシスその上で出てくる人間の圧力とごったごたと無茶苦茶さがマクロスの核なんですと説明している先に述べたように歌恋愛 戦争は本シリーズの世界における根幹的な3、大要素として必ず盛り込まれており、異文化の接触から生まれるもの、または異文化の壁を乗り越えるものとして、ごく日常的な愛情や歌が普遍的な価値を示している。そして、可変戦闘機は本作がロボットアニメとして成立、継続する上で商業的に必須の要素であり、 ほとんどすべてのシリーズ作品に登場する。本シリーズは作品ごとにテーマが変わり、物語性を重視しているため、前の作品との辻褄合わせを優先することはない。同じ時代を扱った物語でもテレビ版と劇場版で設定や結末を変えることも多い。これについてメインクリエイターの川森は次のような解釈を示している。また、 アニメを主軸に展開されたシリーズではあるが、制作者はアニメがある字で、模型やゲームなどの関連商品が10であるという考え方はしておらず、模型やゲームも等しくマクロスワールドを構築しているという考えを持っている。そのため、河森も宮武も、あえて本編という言い方はしないようにしている。長空要塞マクロスに登場する、可変戦闘機。 VF-1 バルキリーは実在の戦闘機に酷似した飛行形態から巨大ロボットに変形するという斬新なコンセプトで人気を博した。以降のシリーズでも同様の可変戦闘機が登場し、マクロスプラスは次期可変戦闘機のトライアル自体が作品の主題となっている。その可変戦闘機の活躍をさらに引き立てたのが板のサーカスの異名を持つ板の一郎の作画であり、 その視聴者の目が追いつかないほどのダイナミックな機体の挙動やミサイルの乱舞は本シリーズの代名詞であるとともに以降の SF アニメの演出にも多大な影響を及ぼしている。マクロスゼロでは板野自身が CG モーションディレクターに転向したこともあり全面的に 3DCG による描写が導入されている。マクロスフロンティア以降の作品には板野は関与しておらず F ではゼロでいたのから直接指導を受けた、八木下博ロが CGI テクニカルディレクターを務めた作品を時系列で見ると以下の通り、プロトカルチャー時代プロトカルチャーの時代については、長時空要塞、マクロスの時点で発表された年表と、マクロス7終了時に発表された年表では大きく変更されているため、それぞれに分けて記載する。長時空要塞 マクロス時典、マクロス7以降統合戦争第一次、西艦隊宣言が大公開時代、シャロン・アップル事件、バロータ戦役、バロータ戦役から、バジュラ戦役まで、バジュラ戦役、バジュラ戦役以降、ウィンダミア独立戦争2012年のメガロードをマイナス01、出発後、地球には10年おきくらいに、ゼントラーディ機艦艦隊が来襲するが、歌による、防衛網で退ける。地球文明は、 繁栄期を迎えるが、文化の力を過信する風潮も生まれる。マクロス超時空ゼミナール。マクロス30周年記念番組マクロス、超時空ゼミナール。は、2012年7月2日より12月24日まで放送された特別番組。デフォルメ化したシェリルノームが銀河マクロス志向師として30周年を迎えたマクロスシリーズの歴史を振り返り、 歴代作品のエピソードを紹介していく。講義中の映像は、戦闘やコンサートのダンスなどの動きが激しい、シーン全般において意図的に駒落ち処理されている。このほか2013年には、テレビゲーム、マクロス30のプロモーションの一環として、ゲーム公式サイトで、マクロス30出張版が配信された。各はリストマクロスを作った男たち。 マクロス30周年記念番組マクロスを作った男たちは東京 MX で2012年7月8日20時から21時にかけて放送された特別ドキュメンタリー番組マクロスシリーズ30周年と2012年7月26日発売の超時空要塞マクロス愛覚えていますかブルーレイディスク化を記念し超時空要塞マクロス誕生から愛 覚えていますか制作の秘話について、川森正春監督をはじめ関係者の証言をもとに、振り返る内容となっている。ナレーションは、遠藤綾。歴史秘話、マクロスヒストリア。歴史秘話、マクロスヒストリアは、NHKBS プレミアムにて2019年3月30日23時45分から24時44分に、かけて放送された、歴史情報番組。 NHK 総合テレビジョンにて、同年4月6日24時40分から25時39分にかけて再放送された。案内役は、渡辺歩美アナウンサー、川森正春、佐々木志郎、氷川隆介がビデオ出演。NHK のレギュラー番組、歴史日話ヒストリアの特別会であり、マクロスシリーズ37年間の歩みをたどりながら、バーチャルアイドルの先駆け、 リアルな変形目か三角関係のラブドラマなど後世のアニメに影響を与えたエポックメイキングのテーマを紹介した。合わせて同年5月4日放送予定の発表全マクロス大投票の視聴者投票の中間結果を発表した。発表全マクロス大投票発表全マクロス大投票は NHKBS プレミアムにて2019年5月4日21時から23時30分23時45分から24時45分にかけて放送された特別番組特設投票サイトにて集計した作品キャラクター歌メカの各部門の人気投票の最終結果を発表したマクロスザトリビュートライブマクロスザトリビュートライブは ビクターエンタテインメント特設サイトにて2002年11月29日に配信された音楽番組。12月15日にかけて3回リピート配信された。マクロス20周年記念アルバム、マクロスザトリビュートマリ・イージマ・シングス・リン・民ンの発売を記念して収録したスタジオライブの模様を中継。出演者はイージマ・マリ、福山・よしき鋼鉄兄弟。 マクロスモデラーズ。マクロスモデラーズはライブストリーミングサービス。ショールームにて2016年2月26日より配信されている情報番組。2020年3月までは各週金曜22時。4月以降は各週木曜22時スタート。2017年1月以降は後日のマクロスは止まらないと週ごとに交互に配信されている。司会は ビッグウエストの畑中祐一。アシスタントは第1回から第23回まで、大久保ひな第24回以降は西田冒険。マクロス関連プラモデルの統一ブランド、マクロスモデラーズに参画するバンダイスピリッツ、長谷川、ウェーブ、マックスファクトリーの担当者が交代で出演し、商品企画の進捗情報や、新商品のアピールポイントを紹介する生番組で、 初心者の西田がレクチャーを受けながら、組み立てに挑戦する、のぞみるのプラモデルなんて、怖くないコーナーもある。マクロスが止まらない、マクロスが止まらないは、ライブストリーミングサービス、ショールームにて2017年1月6日より、配信されている、情報番組。2020年3月までは、各週金曜22時、4月以降は、各週木曜22時スタート。 略称は、マクトマ。マクロスポータルサイトにて、配信1週間後より15日間限定で、アーカイブ配信を視聴可能。出演者は、マクロスデルタより、東山奈緒、剣、鈴木実。のり。マクロス関連の商品やイベントの情報を紹介する生番組で、歌、マクロスの最新イベントに出演者が協力して挑戦するコーナーもある。 ショールームアワード2017にて最優秀コンテンツ賞を受賞したシリーズ作品を総合的に扱った書籍雑誌1作品のみを扱った書籍については各作品の項目を参照作品制作サイドにて運営されたものありがとうございます